本気の全開ドライブだ。一気に決めるよ、セキ。俺のモチベーションめちゃめちゃ高いぜ。須藤恭一流勝利への方程式、これが掟破りの地元走りだ。早い、だがそれだけだ。楽しいよ、触りたくない。まだまだ行くぜ。おりゃ、今の俺の86なら勝てる。プロジェクト D の伝説は俺が作る。これならいける。心置きなく。なぜだ、あいつを撃ち落とせないのだ。一台来た。何者だ。暗くて車種までが分かんねえな。上等じゃねえか。コーナー2個も抜けりゃバックミラーから消してみせるぜ。また86か。つくづく縁があるな。ったく、86乗りってやつはどいつこいつも。よし、プレッシャーかけても動じねえ。バトルに慣れてんだ。やっといい感じになってきたぜ。高速コーナーで差を詰められてる。クソッパレ、目いっぱいヤバい領域に踏み込んでいかないとまずいぜ。ペースを上げて逃げる気か。桁違いに速くてうまい。
何？腹立つくらいに完璧なスーパードリフト。信じられん。俺はアキナで死んだ走り屋の幽霊でも見たのか。あいつ何者だ。車種は何だ。どうすっかな。譲るか、それともペース上げてちぎるか。譲る気分じゃないよな。遠慮しないぞ。 100% の全開モード。しびれてきた。頼むぜ86。よし、息苦しいぐらいすごい存在感だ。もやもやとまとわりついてきてるな。追いついてきたか。このままいけるか。よし、これならいけるかも。そこまでやるのか。そっちがそのつもりなら。ビリビリと伝わってくる感じがある。何か来る。そこだ。どうにかしなきゃ。ここまで来たら負けたくない。何が何でも食いつく。っていうかひどすぎるぜ。こんなの面白ってんだよ。嘘だろ。ブレーキングで詰められない相手じゃ手も足も出ねえや。よりによってアキナでぶっちぎられた。何なんだあれ。よう、あんた地元の走り屋だろ。俺はアキナスピードスターズの池谷っていうもんだけど、よかったらこの峠の攻め方を教えてくれないか。久々のバトルだ。この日のために鍛えたドラテクをぶちかますぜ。Bam!
よし、ここは一つスピードスターズのテクニックを見せとくか。もらった、一気に行くぜ。しっかりついてきてくれよ。すごい、すごすぎて何がどうなってんのか分かんねえ。なんでだ、なんであんなになってもコントロールできる。どうなってんだ車か、あれは。すんげえ。しょめちゃめちゃレベル高い。無理してでもスピードを出していかねえと追いつけねえ。鮮やかにフェイントドリフトで水すましたように連続コーナーを駆け抜ける。負けてたまっかよ。たまんねえな、この息苦しい感じ。こうなったら一か八かアタックするしかねえ。死ぬほどかっこいいぜ。目から鱗が落ちた。本当のドリフトってどういうもんなのか生まれて初めて分かったよ。次こそはあんたから少しでも技を盗んでやるぞ。また一緒に走ってくれよな。アキラで噂になってるやつってのは一目見て直感したぜ。熟練の走り屋にはオーラが漂うからな。俺のテンションは沸騰寸前だ。目いっぱいヤバいモードに突っ込んでいくぜ。ついてこいよ。の谷は深い。せいぜい命だけは大切にした方がいいぜ。こ
とん突っ走るぜ。どこまでついてこれる。内側に飛び込ませなきゃいいんだろうが。どうしたそんなもんか。相手にとって不足はないぜ。この辺で仕留めさせてもらうぜ。俺のあれを舐めてもらっちゃ困るぜ。妙義の呪いで俺とあれにここまでついてこれる奴がいるとは思わなかったぜ。前から結果は見えてんだよ。やるな。一級品の戦闘力を持ったいいマシンじゃねえかよ。まさか。勝負を決めさせてもらうぜ。なんだと。ちさやかなもんだぜ。だけどこれで勝ったと思うなよ。長生きできねえタイプだよ。あんな切れたツッコミしやがって。とんでもねえバカが世の中にいる。楽しみがまた一つ増えたぜ。覚えとくぞ。そう、見つけたぜ。こいつを任せやチーム内での立場はひっくり返る。たけしも当分の間はでけえ奴らできねえだろうな。群馬エリアの最速はナイトキッズの庄司慎吾だろ。下りスペシャリストは俺一人で十分だ。楽しいね、下手くそ追っかけんのは。何が何でもお前を潰さなきゃな。元気いいな。
謝っても許してやらねえよ。なんだと、正直に乗りやがって。このバカな、俺のシビックはナイトキッズ下り最速だったよ。なぜこれほどすごいテクニックを持ってんだ。あそこまでやられちゃもうまぐれじゃねえ。あのドライバー恐ろしくうまい。クソ、認めてたまるかよ、こんな状況をよ。ものすごいハイテクニックだ。やばいぜ、あいつキレてる。荷重移動の技術ってやつ、極めればここまで来るものなのか。ギリギリで走っているのに、ツッコミが速すぎて追い切れなかった。これで終わったわけじゃないぜ。俺のメンツのためにも何が何でも潰しておかなきゃな。噂以上だね、マコ。うん、相手にとって不足はないね。私らだって伊達に薄い峠最速のインパクトブルーツ呼ばれてるわけじゃないから、絶対負けないよ。薄いで迎え撃てば絶対負けないよ。私たちについてこれるやつなんていないよね。前に出るか、あとは一気に引き離すだけよ。はっきりとは分からないけど、今のところは互角の滑りだし。調子よ、マコ。早い。ここまでやるなんて何者かしらね。大丈夫よ。あ、違う、このコーナーはそんなに大きく振っちゃダメ。ちょっと、そういうことは突っ込む前に言いなさいよ、佐伯。ついていけない。
ドリフト勝負で負けるわけにはいかないよ。いいね、最近。私これからここまでよ。もう前は出させない。そんな。ラインのシビアさがこっちより一枚上なの。私たちのベストを出し切らなきゃ終われない。鮮やか。私らの乾杯だよ。悔しいけどすごかったね。最近車をコントロールする能力は桁外れだよ、あんた。ところでさ、私ら明日暇なんだけど。ちょっとさゆき、だろう、このしかしたやつがバトル相手だってのか。気を抜くだせ。シミュレーション3でいけ。気に入らねえ。俺のエボ4でケツを突っつき回してやるぜ。3で行くとするか。ちょっとふざけんじゃねえ。手地でのバトルで勝つために京一が作った作戦パターンは3つ。相手が最も手強い時にだけ使うのがシミュレーション3だ。ちょろちょろ走りやがって。冗談じゃねえぜ。エボ4乗ってて、なんで後ろをチンタが走ってなきゃならねえんだ。少し出遅れたが、クソったらが、我慢できねえ。一目ストレートは俺の方が断然速い。見たか、格の違いを。この野郎、前へ出たやつが勝つんだよ。簡単に抜かせるわけねえだろうが。これが格の違いってやつだぜ。
俺のエボ4で勝てない車が抜かれただと？俺の方がコーナーではわずかに遅いってのか？ありえない。このままじゃまずい。腐ったりゃ。なぜだ、その速さは何だ。バカ野郎、俺の指示通りならこんな無様な負けはなかったはずだ。この一杯をそのままにするのも目覚めが悪くしょうがない。来てみるもんだな。こんなに早く会えるとか、ついてるぜ、俺も。強引なやり方になっちまったが、悪く思うなよ。同じ86同士、絶対に負けられない。出てきたぜ、その速さ。こうして後ろから見て、お前の実力は丸裸だぜ。やってやるぜ。行くつもりはねえようだ。いいぜ、ゲロ吐くところまでとことんやろうや。おっ、集中力が切れればミスが出る。その時が勝負だ。すごいやつだよお前は。どんなシャカリキになっても到底追いつけるスピードじゃねえ。つくづく不思議なやつだ。あの若さであれほどの高度なテクニック、一体どんな練習をしてきたんだ。なんてやつだ。峠で速いやつが一番かっこいいんだ。イケてるぜお前。根性なら誰にも負けねえんだよ。やることがえげつないぜ。疲れる。俺のペースが落ちてきました。まずいよな。もっと突っ込んでかないと。いくつ抜きに感じるものだ。お前の車からほとばしるオーラが俺には見える。
シャレになんねえ。コーナーのツッコミが本気でヤバいと思った。俺の体が覚えている。超えてはいけない限界ギリギリの一線をこいつは超えているんだ。さすがにバテたな。そのうち改めて走ってもらうぜ。ねえ、ねえってば。君だよ、君。いわゆる走り屋っていう人なんだよね。マークについてこれると思ったら大間違いだぞ。すぐに見えなくしてやるぞ。峠の走り屋なんてたかが知れてるよ。所詮サーキットで鍛えてる僕の敵じゃなかったね。本物のテクニックを見せつけてあげなきゃね。まだだ、まだまだ我慢。あれ、抜かれた。ブレーキングは僕の得意技なんだ。本気出せば負けない。早すぎるよ。どう見たって追いつけっこない。ちょっとまずいんじゃないの。エンジンの調子が悪いに決まってるよ。うわ、かっこ悪い。こんなの嘘だ。もう見えなくなっちゃった。これは夢だ。悪い夢に決まってる。もうあんなとこに。どうしてこうなった？どうしてこうなった？
君って実はそんなに おかしいな。ギアのシンクロが調子悪いみたいだ。いや、普段の走行会で激しいアタックをしているからかな。こうしちゃいられないや。早速ショップでメンテしてもらおう。うわ、かっこ悪い。よく来たな。歓迎するぜ。はじめに言っておくが、俺はこれはバトルだと思っちゃいない。勝負はあっけないぐらいにあっさりと終わるだろう。その言葉の真意を教えてやるぜ。これはセミナーだ。4WD が 2WD に負けることはありえない。思い知らせてやるぜ。離れない。少しはやるようだな。こんなもんかよ。手加減はしない。いくらチューニングをしたところで、所詮86は86。この車できん。前つばもんじゃねえ。こんなところでつまずくわけにはいかない。いい気になるなよ。もらったぜ。 Never forget the way to say that you are mine and feel like a game my love.俺バカが死にてえが、鼻面さえちょいとねじ込んでしまえばこの勝負もらったぜ。どれほどの行動技術も速さにつながらなければ、それはただの曲芸で終わる。食いついてくるぞ。想像以上のペースだ。息苦しいぜ。何なんだこのプレッシャーは。レーシングテクニックという分野では俺の方が絶対上だ。まずい。ふざけんな。これだけのペースが作れるとは誤算だったぞ。驚いたぜ。神業のようなマシンコントロールだ。いい気になるな。峠の走り屋なんざ俺は認めてない。絶対
テラーの須藤に勝ったそうだな。あいつは俺の獲物でもあった。地元での負けは悔いが残るからな。けじめはつけさせてもらうぞ。予想通りの展開だな。どうした、出し惜しみなら考えない方がいいぜ。振り切ってやるよ。遠慮はしないぜ。この差をどんどん広げてやる。こっちから先手を打って限界まで攻め込んでる。驚いたぞ。それでは追っているつもりか。ちぎってやる。勝負は決まったも同然だ。手加減しない。走り慣れたいろは坂で負けるかよ。かなり早い。だがそこまでだ。このまま突っ切るぜ。どんな奴がどんな車で来てもいろは坂でなら負ける気がしない。甘いぜ。やるな。一発でジャンプをクリアしてきてる。この先で抜き返せるポイントはない。さっ誰や。本気になっちまうとこんなものか。一体何が起こりやがった。相手が悪かったんだ。やられた。マジかよ。くそ、絶対捕まえ